県は中華人民共和国山西省北東部の雪州市の管轄下にある県。県の北に東西に延びる山地上には万里の頂上の岩門関があり、中国北方の軍事用地であった。1994年には国家歴史文化名城に指定されている。辺安城全館により設置された高武市県を前身とする。五館は岩門軍の軍地とした。 随代になると、岩門軍は大衆と改変され、高岳志県も岩門県と解消されている。近郊期にはモンゴルが頂上を越えてこの地を、占領、1263年に、岩門県は廃止となり、管轄区域は大衆直轄とされた。病朝が成立すると1369年に、大県に、降格、1376年に再度大衆に、昇格している。 新代になると1724年に直令州に昇格している。1913年の修正撤廃に伴い大剣と解消した。1958年に廃止されたが、1961年に再設置され現在に至る。大剣の県境内は産地が多く地勢は険しく、古代中国では北方草原地帯から中原へ侵入する。 遊牧民族を防ぐための軍事要塞とされた。遊牧民の侵入を防ぐために、万里の長城が建築され、岩門寺駅が設置されている。李牧、雪人気、各市に、幼行といった名称たちは大衆陳述として、不任2000年の間に100回以上の戦いの舞台となってきた。現在の大剣は、全域にわたって、数多くの文物や遺跡、古建築がある。 現存する大修城は、秋代初期に作られ、当時の城郭都市の基本的な形態を現在に伝えている。木内の市街地中央には、変安城という大規模老閣が位置し、大剣のシンボル的存在となっている。変安城は、明の後部2年に作られたが後に炎上し、聖火12年に再建され現在に至る。城内には、その他、愛工等、文廟、文書を誇ら、 上皇病、武病、自由満などの古い建築物が残る。場外にも陽明穂、陽太忠穂ら、超高士館などの遺跡や建築がある。辺境の要塞である、大剣には、李白、陳祖号、王将霊、藩中縁などの文人が多く訪れ、監視を呼んでいる。また、民間の伝統工芸には、戦士や民画などがある。鉄道の軽減線が大剣を貫いている。 経済は農業と工業が中心になっている。県の中部を東西に流れる高輪沿岸には盆地があり、土地は比較的肥沃で農業生産に向いている。主要作物は小麦、香料、トウとうもろこし、泡など、唐辛子の生産も盛んで中国史第産地の一つとされる。県内には鉄鉱山もいくつかあるが、鉄の万有率は高く農業頼りの経済を 鉱石の採掘が支えている。ありがとうございます。